ガヤまで元気なスノーマン、ラウールメグロレンは明るさに驚き、向井孝二曰く素人しかおらんなベストアーティスト2023コメント動画スノーマンは素人。カメラ前よりも後ろが賑やかなコメントリレー先日12月2日に放送された軽音楽の祭典ベストアーティスト2023公式インスタグラムにて同番組に出演したスノーマン。 スノーマンのコメント動画オフショットが公開された。コメント動画は、これからステージでパフォーマンスする、スノーマンメンバーから一言ずつ意気込みをもらうというもの。トップバッターの渡辺翔太は、スノーマンです。本番頑張りますと素そそくさとフェードアウト。あまりのシンプルコメントに、上ムッズ。などと順番を控えるメンバーたちからは、ガヤの嵐かっこ笑い。 続く二番手の深澤達也も、ちょっと、と慌てながらも、皆さん、ぜひ見てください。あ、漏れてるかも。と、カメラを見ながら、髪型を直すような仕草を披露。そのまま流れを引き継ぐ形で、お前が二番目は、珍しいと言いながら、フェードインする。佐久間大輔は、今からやってきます。イエーイ。と拳を突き上げ、さっくんスマイル全開で言い逃げ。 これにはラウールも大笑いで、カメラの外から、あはははと、ひときわ目立つ笑い声をバックに、続く、向井康二が、素人しかおらんやん。と、言いながら、どうもスノーマンです。よろしくお願いします。ぜ、全力で頑張りたいと思います。と、自身も、シンプルコメント&、ガッツポーズで決めるという出来に、作愛の手が伸び強制退場することに。5番手、阿部良平は、 マイペースに、カメラに近づくと、頑張りますと微笑みながら手を振ると、スノーマンメンバーからは、ふぅ、わーっと黄色い歓声が湧き起こった。続く6番手、ラウールは、どうもスノーマンです。うわ、すげえ、明る。と照明の明るさに無邪気に驚くと、メグロレンも、うおー、と目を大きく見開きながら照明の明るさに驚愕。みんな照明、の明るさに驚くやん。 と向かいの突っ込みも聞こえつつ、驚きっぱなしの目黒は、が、頑張りますと、笑顔でさっそうと手を振った。